いたしました。このトークショーの司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、では今日はあの5人の方にお越しいただきました。まず檜山さん、はい、はい、松村さん、はい、松村です、お願いします。はい、と高島さん、で森本さん、はい、どうぞよろしくお願いします。いろんなお話を聞いていたらなと思いますので、ではまずそれぞれ簡単に自己紹介からしていただけますか。私からで大丈夫ですかね。はい、自己紹介の前に、ムービーをちょっと紹介ムービー作らせていただいたので、そちらご覧いただければと思います。よろしくお願いします。ごめんなさい、ムービーの方ですね、多分1個前ですかね。はい、ありがとうございます。改めまして NPO 法人ワピネスの檜山と申します。インドのハンセン病コロニーで、NPO 活動を支援活動をしておりまして、先ほどムービーに流れてた、村、ハンセン病コロニーとインドでは言うんですけれども、その村で活動しております。でワピネスはですね、ワークキャンプ事業とあと就労支援事業、教育事業、その3つをですね、対象に事業展開しておりまして、一人でも多くのインドのハンセン病コロニーの方々の、助けになればいいかなと思い活動をしております。本日はよろしくお願いします。では松村さん、お願いします。はい、ご紹介ありました、松村拓郎と言います。今現在、慶応大学に在学しておりまして、もともとは、学生団体 SL という国際問題、海外の社会問題を日本で発信するという活動を行う学生団体に所属してました。で現在は、インドの社会問題ですね、ハンセン病に限った話ではないんですけれども、物乞いの問題であるとか少数民族の問題、伝統文化の問題ですね、などをテーマに、現地でフィールドワークを行って、日本で、イベントや写真展などを通して発信する活動を行ってます。で、そうですね、なんか旅好きで、写真が好きな大学生ということで、なんか今日は若者代表としてちょっと喋らせていただけたらなと思ってます。はい、で、開催してきたイベントについてなんですけど、シアダーオピースという慶応の、学生の映像作家の方々が海外で撮られたドキュメンタリーを扱った映像祭ですね、上映会と、アライブ&ピースという、国際問題を身近にするっていうテーマで映像とか写真展を、同時に行うようなイベントも開催させてもらいました。はい、で自分が開催した、フォトグラファーとして開催したところで言うと、恋の妻という、写真展ですね、インドの物乞いの問題をテーマに扱わせてもらいまして、そちらに、気軽にですね、ちょっと思いを馳せてもらおうっていうテーマの写真展もやらせていただきました。で普段どんな写真を撮っているかというと、これはすべて先ほど、檜山さんからも紹介あったハンセン病のコロニーのお写真なんですけど、撮らせていただいて日本で写真展で発信させてもらいました。はい、で、一つお知らせになっちゃうんですけれども、2020年今年ですね、3月の20から22日横浜で、また別のですね、新しいインドのハンセン病に焦点を当てた写真展を開催する予定なので、もしよかったらぜひいらしてください。はい、本日はよろしくお願いします。高島さん、お願いします。はい、高島優太と申します、よろしくお願いいたします。
今インドネシアに住んでいまして、インドネシアで、インドネシアのハンセン病の元患者回復者の方が住まれている村の中で、日本人とインドネシア人の大学生による、ワークキャンプという活動を運営しております。とここにあの道を作ると書いてるんですけれども、まさにその言葉通り、あの言葉も通じない宗教も違う、そしてハンセン病を患ったことのある人、そしてない学生、そういった人がまさにこの、 あのセメントをこねて、あの石を運んで道路を、作ると、でそういったただひたすらに汗を流して働く中で、あの目の前にいる人っていうのがハンセン病の誰それさんとかイスラム教の誰それさんっていうのではなくて、あの誰それじいちゃん、誰そればあちゃんっていうようなあの関係性を作れるのではないかと。でそういった人があの増えれば、あの差別も、まあ、こういったあのその活動中の写真なんですけれども、こういう一人一人が目の前の人を見ることができれば、あの差別っていうのは少しずつなくなっていくんじゃないかということで、10年近くインドネシアに住んで活動しています。よろしくお願いします。ありがとうございます。森本さんもお願いします。はい、あこんばんは。今日は大寒で非常に雨の中でもね、今大勢の皆さんが大谷にいただいて本当にありがとうございます。まず自己紹介する前にどうしても、ご紹介させてもらいたい人がいます。実はですね、私夫婦の物語がね、あのミュージカルになっててね、私奄美大島出身で千葉リオっていう頑張れよっていうね、ミュージカルがあります。今度私の姉さん役やってて松岡みどりさん、ちょっと立ってください。女優の松岡みどりさんです。ありがとうございます。ちょっとびっくりしました。ちょっと自己紹介簡単にいたしますと、私慶応大学の法学部の2年卒業生です。でこの渋谷という町はですね、学生時代からもうずっと遊びの場でもあったしね、いろんな、まあ、思い出の 場なんですね。一応の思い出はね、私は4年間信用銀行を勤めて病気再発しましてね、田舎に帰る真似をしてね、ゼミの仲間を呼んで私ソビソビやってもらいました。そのある喫茶店で嘘ついてね、私は皮膚病になったんで、これから奄美大島帰ります、しばらく会社で遊ぶけど君たちとしばらく別れるけど、みんな元気でいてくださいと挨拶してたんですよね。とみんなね、その本気を持ってね、私は病気で奄美大島帰ったと思っていたのね。ところが実際には東村山の多摩全省に入ってたの。つまり嘘ついてね、なんか大学の仲間にも誰にも嘘ついてね、自分のハンセン病を隠してました。だから今からハンセン病とは言うことができなくて、もう嘘ついて実は奄美大島に帰りますよと言いながら、実は体は東村の電車にいました。うん、そしてまあいろいろあったんですが、そういう思い出の渋谷でね、また今夜この映画祭にね、びっくりするようなことは、まあ、松尾みどりさんになったりね、それから普段お世話になった先生方に会うとか、あと松村君のね、慶応の学生が今インドで頑張ってる、これも初めてここに会った、初めて知ったことでね、とっても嬉しいですね。まあ人生って本当分からないんだなと思いながらね、やっぱり長生きすればどの不自由でもね、肺になるよりはいいんだなと、これからも元気でどんな不自由になっても、ね、元気で長生きしようと思ってます。よろしくお願いします。近くでいっぱいあるんですけどね、時間もないので、ね、で一つだけちょっと紹介させてください。それはね、大塩選手、あの今の再びのトランペッターの住んでいた大塩選手とね、高松の沖合にね、20分ぐらい船で行くんですが、実は私も3回、4回ほど行ってます。その、何人としたんですか自分で忘れてた。何を落としたのかな。あれ大島さん清掃員だったんですよな。で大事なこと言おうと思ったの。そう大島清掃員って当家族さんという詩人がいましたね。おばあちゃん詩人が、素晴らしい詩人がいました。おばあちゃんが、そのおばあちゃんとあとありますけども、そのおばあちゃんが関わらなければっていうね、詩があるんですよ。安全面と関わりたくない人はね、来るなと。
関わりたかったらね、一回限りで何回もそれ言ってくれと、で関わってほしいという指示を書いておられます。また私同じ気持ちでね、今のここにいる学生たちもね、ずっと関わってくれているから大変ありがたいですね。今夜ここに来られた 方も何らかの形でね、アンセムと関わっている方だと思います。この雨の中、寒い日にね、わざわざこんな映画見に来られるという方はね、よほどアンセムと関わりたいという気持ちの方だと思っています。そういう意味で大変感謝しております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。もう言ったこといっぱいありますありがとうございます。確かに今日たくさんのボランティアの人に支えていただいてこの会が成立しました。改めてお礼申し上げます。ありがとうございます。それではちょっと次の質問に行きたいと思います。はい、じゃあまた同じ順番でお願いします。ハンセン病に関わるようになった、まあ、活動のきっかけですねをちょっと簡単に教えていただけますか。はい、私がですね、今先ほど申し上げました通り、インドのハンセン病コロニーの支援活動をしている NPO の理事をやっております。で関わるようになったきっかけなんですけれども、これ本当になんていうかあまりあれなんですけれども、もともとハンセン病っていう病気って僕ほとんど知らなくてですね、大学4年の時に知り合いが、インドのハンセン病コロニーという、まあ、要は村で、2週間ほど泊まり込んで家直したりとか井戸を作ったりするプロジェクトがあるから、でワークキャンプっていうものがあるから行ってみないって言われまして、あ、インドの田舎の村に住むってそれ普通に楽しそうだなと思って、でその時点ではハンセン病のことなんか全然知らなかったんですね。で行く実際に